明日からお盆休みになる方も多い改めてです、ね、行動の自粛、変容と合わせてです、ね、感染防止対策を徹底していただいてこの期間に抑え込んでいいきた BA.5 対策緊急アピールでは今日から今月21日までの期間でより一層の感染対策の徹底を求めるほか医療機関の負担が増していることから緊急ではない場合は 休日夜間の受診は控えるよう求める内容となっています。また、現在出されている ba5 対策強化宣言の期間を10日間延長し、今月31日までとすることも併せて発表されました。県内では今日新たに7548人の感染が確認され、昨日時点の病床使用率は82.1%となっています。